おいちゃんも周りの配信者にあだ名つけようよでああ配信者にあだ名つけていくかまずおばちゃんと <laughs> だから体重をいじるのやめろうんなんだな頼っちゃうんよな <laughs> 松本は <laughs> ただの悪口になる <laughs> <laughs> やめとこう これはあのちょっと近しいとこやめとこう危ないよこれ危ないよ身内に甘いねいやー別に面白くなかったらまずいしなそれでなうんうんもう,やめ,う、うん、やめとこうやめとこうやめとこうさてと松本か桜の起源は韓国って言ってたあそうなん松本のあだ名売国度です <laughs> <laughs> えそうなん <laughs> いいやいや、桜の起源韓国ってお前 <laughs> 冗談やろ日本人じゃないんかなないけん翔くん強制やっけそうだよーってあそういえばよもう絶対俺の視聴者じゃないんやってなんかさ発見したんやってなんかお前絶対俺そういうことすんなって言うよあのなスモモンをあの脅すやつはクズって言ってんねんけどなんかスモモンに殺害予告したやつがいるんでこれほんま そう俺つ、発見したんやってでそいつが唯一フォローしてたんが俺やったらしい <laughs> だからあのな、そういうことクズがすんなってなんか俺の視聴者がそうっていうふうに思われれば違うねん松本のとこはブロックされて俺がブロックしてないだけなんそういうことするなっちゅうで俺のさ視聴者のさ発信なわけないやんそれ松本がブロックしてるだけやねん絶対違うからうクソ迷惑本当に。 民度最悪だなーって確かにそうやって考えたらもっとブロックしてかなあかんのかもしれやんゴミがいるからかーっておえちゃん終わってるやんってそういうことすんなよスモもんに特にしちゃいけない平和なとこない、ね、なんか守ってあげやなあかんところってあるやんお前のせいだぞーってなあ信じられやなそんなことすんの誰でもダメだろーってまあ、誰でもダメやけどもちろんあるやんキャラクターとか こ,あこの人傷つけてはいけないみたいなそういう気持ちを大事にしなさい松本七政府はもうそれは許すから <laughs> うん本人にしちゃダメよなあんかそう,そういうの良くないなあって思っちゃうわ人を傷つけてるからなあで人を傷つけてるあれか何やったっけちゃんと一人の女性を傷つけてるってやつか <laughs> あ切り抜き見たわ 流れてきたわちゃんと一人の女性を傷つけてるってあの言い方は好きいやなこれねわかるよスモモンとオエちゃんが溺れてたら迷いなくスモモンを助けるってでも、うん、それは俺しょうがないと思うわ <laughs> うん多分いや別にスモモンも仲良くしたいし俺好きやねんで布団ちゃん仲いいやん2人が溺れてたら迷いなくスモモンを助けるもん <laughs> だからそ,そういう、まあ、なんかちゃうねんいい人に生き残ってもらいたいのそうそれはもうしょうがないねん、うん、なんか助けなきゃいけないって気持ちになるもんだからそういう人間に「お前殺害予告みたいなことしてはいけません」って話よ「相モ門にはこれにつかまれ!」って浮き輪投げて「布団ちゃんにはこれにつかまれ!」って言うて、ね、これロープ掴んだところですごい重りが先っぽについたそのまま沈んでくっていう <laughs> 怒りを投げ込む。 うん、2つしかなくてさひどいよって <laughs> そので,どでもどっちを助ける理論あんま好きじゃないけどねやっぱいい人は生きてほしいよねいや別に <laughs> 布団ちゃんが悪いやつとは言わんけどスモモン出てきたら卑怯やわトロッコ問題だねーそういう話じゃないよ人数だけなんやんな布団ちゃん10人とスモモン1人だったら 相撲もん助けるよ気持ち悪いもん黒いにゃん <laughs> キモいわ <laughs> えー、マジかよやべえよマジかよマジかよみたいな「列車来てる」って「やべえよやべえよ」マジかよ」う <laughs> る, <laughs> るさそう